岩手県庁の電気職、機械職、どのぐらい人数いるんだろうかと、ちょっと私改めて調べてみました。なかなかこういう人数って公開された資料がないものですから、職員録調べて、この人電気職だよね、機械職だよね、ということで数え上げた数字なので、ちょもしかしたら若干何人か違っている可能性もありますけども、ご容赦ください。とそれで、まあ、私の所属する企業局、電気職今65名おります。機械職30名ということで、 知事部局、医療局、教育委員会事務局合わせて電気職94名、機械職49名ということで、えーと、電気職については約7割が企業局に、から機械職については約6割が企業局で仕事をしております。まあそういった関係で今日は、まあ、県庁全体の電気機械職の代表ということで、企業局から私ともう一人やってまいりました。それからちょっと下の方にありますけれども、産業技術短期大学校、 あるいは工業技術センターにも、電気を勉強した職員、機械を勉強した職員が、まあ、従事しておりますけれども、ちょっとこ,この2箇所については、あの普段の人事交流がほとんどありませんので、今日うはまあ上の表に紹介した知事部局、医療局、教育委員会事務局、そして企業局と、そのあたりを中心にお話ししたいと思います。 で今日のお話、大きく3つになります。最初に私が今仕事をしております。岩手県企業局について、まあ、ざっくりとこんなところですよというご紹介します。で2番目に電気職の業務について、まあ、電気職はこんな仕事をしてますという紹介です。それから3番目に機械職の業務についてということで、えー、と最初の2つは私、細川からご説明します。それから3番目の機械職の業務については、 もう1人今日来ておりまますすがご説明しますとそれでは、金融局についてということで、えー、とまず、岩手県金融局の誕生というスライドです。えーとまあ、岩手県をはじめ、日本国内、どこもそうだったと思いますけれども、昭和20年に終戦を迎えましたで。これから日本を建て直さなきゃならないという時代、昭和20年代ですね。でその時にいろいろ産業を復興しなくちゃならないんだけれども、 そのためには電気が必要だと、とただ大きな水力あの発電所がまだない時代でしたので電力が足りないということで日本国内でとにかく電力の供給を増やさなきゃならないそれもすぐなるべく早くという要請があった時代です。それと一方、右の方に書いてますけれども岩手県特有の課題として北上川特定地域の総合開発計画というものが打ち出されました。 まあ、あの岩手県の地図、思い浮かべていただければ分かると思いますけれども、県の中央部を盛岡のちょっと北からずっと中断して流れる川で、宮城県で太平洋に注ぐ川ですけれども、この流域をなんとか総合開発しようと、まあ、こういった狙いでいろんな岩手県としての事業、スタートしたわけですけれども、その中で、じゃあ、岩手県営で発電所を作って電気を供給しましょうと。 ちょっといろいろ紐解くと当時は岩手県内の工業団地を作ってそこの工場に岩手県が電気を供給するというあのそういうスキームを描いていたようですただ実際はちょっと別な格好になっておりますけれども、まあ、そういった格好形で岩手県の電気需要がスタートしてますで組織の方は昭和30年10月1日に電力局として発足しました あの当面は発電事業だけだったので、まあ、電力局という名前だったのかなと思います。で、その後、発電所を建設して、実際に電気を供給するということをずっとやっておりましたけれども、昭和43年に今の名前である企業局と改祖してます。で、このとき何があったかというと、有料道路事業を一緒に企業局が始めたということで、まあ、道路事業も始めるので、 電力局局じゃなないいだろうということとこで企業局になったようでございますただ、この有料道路事業、平成4年3月で終了しております。で、現在、何やってるかというと、このスライドですけれども、電気事業、これは昭和30年のスタート当初から変わってません。それからもう一つ、工業用水道事業というのをスタートしています。まあ、ちょっとそれぞれ簡単にご紹介しますけれども、 水、風、太陽光って書いてますけれども、水力発電、風力発電、太陽光発電、この3つでクリーンな電力を発電して卸売りをする、そういった仕事をしてます。で、その電気の量はっていうと、年間供給電力量っていうんですけども、えーと、だいたいざっくりですね、岩手県内の一般家庭の3分の1が1年間に使う量を供給してます。 から、企業局の発電所のほかに、岩手県内には東北電力株式会社とかいろんなところの今、発電所が増えてます。で、県内で発電しているうちの約2割、これが企業局で発電している電気ということになってます。それからもう一つの事業で、工業用水道事業ですけれども、これは北上市金ヶ崎町にある工業団地の中の工場18社に供給する。 良質な工業用水を供給すするという仕事ですあの実際は北上川から水を汲み上げているんですけれども、その水というのは上流のあるダム。このダムに工業用水道としての水利権を設定して、そこから流れてくる水を北上市内で汲み上げて供給すると。でまあ、自動車工場、半導体工場、あるいはいろいろ。 な工場の生産用に使われておりますでもうちょっとあの電気事業の概要になりますけれども、先ほど申しましたように水力、風力、太陽光で、真ん中に写真あります。これ今、東北電力ネットワークという会社が所有する送電線、配電線になりますけれども、そういったところを経由して、東北電力のお客様、あるいはくじ地域エネルギー株式会社のお客様に電気を供給すると。 金融、まあ、局が売ってるのはこの東北電力とくじ地域エネルギーですので、まあ、卸売と、卸売供給といった言い方をしています。で今、水力発電所は全部で17箇所か所、風力発電所は2箇所、太陽光発電所1箇所、全部で20箇所の発電所を運転しております。その総出力は万 いうことでまあ、水力、風力、太陽光ですので、皆さん想像していただけるように、この最大出力をいつでも好きな時に出せるかというと、そういうものではないと、まあ、自然に由来する、まあ、自然任せのエネルギーということですので、まあ、そういったのを今,今流行りで言うと、再生可能エネルギーといった言い方をしますけれども、岩手県金融局は昭和32年から供給してますけれども、 ずっと一貫して再生可能エネルギーによる電力供給をしているとそういったところになります。それから工業用水道事業ですけれども、先ほどご紹介したように北上,の工業団北上市内の工業団地、それから左下がそのお隣、金ヶ崎町内の工業団地、ここに水を供給しております。でなぜ県が工業用水道事業を供給するのというお話になりますけれども、まず 県が工業用水を安定供給することによって、まずは岩手県内に工場を立地していただきましょうと、そして工業用水とか電気をもとに工場の安定操業をしていただきましょうとで、そうすることによって、えー、と雇用の拡大、あるいは岩手県民の所得の向上、そういったことを目指しましょうということで、工業用水道事業をスタートしております。まあ、そういった、 意味合いで本当に工業団地の活動を支える縁の下の力持ち、インフラ事業ということになります。今、企業局が工業用水を供給している工場、全部数えますと約9000人の方が働いているそうです。まあ、そういう意味で工業用水を供給することによって9000人の雇用が生まれたというふうにも言えると思います。それから、えーと 次、地域貢献とありますけれども、これは事業ではないんですけれども、えー、と実はの電気事業の方はそこそこ、まあ、利益が上がると、まあ、簡単に言えば儲かっているということがありまして、それじゃあその儲かったお金をどうするのという中で、やっぱり県営の発電事業をしているんだから、儲かったお金の一部はやっぱり岩手県民の皆様にお返しするのが筋じゃないかというような議論が、ここ、 20年ぐらいでししょうか、出てきましたで。その中で今やっているのが、えっと、左がクリーンエネルギー導入支援事業って言ってますけれども、市町村とか、まあ、公共団体、まあ、町内会とか知事会とか、そういったところが、まあえっと、小規模な太陽光発電、あるいは太陽光発電を使った照明、街路等ですね、そういったものを設置する場合に、 その費用の一部を金融局が補助しましょうというような事業です。それから真ん中の写真は食住活動支援事業って言ってますけれども、えっ、ー、と毎年県内の市町村が独自に食住祭という活動をしております。まああの市町村内の一箇所を決めてそこにみんなで集まって苗木を植えましょうという活動なんですけれども、その苗木の一部 あるいは必要な道具を購入するための費用、そういったものを企業局が支援しております。あるいは企業局の職員が自ら行って、まあ、皆さん、地元の皆さんと一緒に苗木を植えると、そんな活動もしております。それから、ちょっと見づらいですけど、右下、ここにあのちょっと水、青色のキャラクターいますけども、水凛って言います。企業局のイメージキャラクターですけれども、 地域のイベント等があれば、こういった水林、緑に行って、いろいろ金融局を PR する、と、そんな活動もしております。それから、えー、ともう一つあの、岩手県が設置した発電所になりますので、当然、岩手県民の皆さんに見ていただきたいということで、いろいろ見学にいらした方をご案内する、と、そんな仕事もしております。でこれはあの多分、ちょっと去年、今年は、 コロナの影響でできませんでしたけれども、バスツアーということで、企業局でバスを用意して、そのバスに乗っていただいて、こう企業局の施設を順番に見ていただくと、そんな施設見学会をやっています。その時の様子になりますで。職員自らがこういった説明をするということをやっております。それから、ある,あるいはあの小中学校、あるいは工業高校の電気系 のの学学科の生徒さんそういっった方がやっぱり発電所見学に行きます、まあこれはちょっと前にいただいたその感想ということでまあこんなのを読んで、まあ、皆さんに知っていただいてよかったなというふうに思っておりもしますあるいは今あのここ何年か入ってきた職員に聞きますとそういえば小学校の時ここのどこそこの発電所を見に行った記憶がありますよとそういった職員も増えてきてます からもう一つ重要なのは河川の関連ということで、えー、とこれは盛岡市内を流れる北上川なんですけれども、潮流に四十四ダムというダムがあって、そのダムの水を利用した発電所、四十した発電所があります。で、7月の末の日曜日でしたかね、北上川のゴムボートの川下り大会というのを毎年やっております。で、まあ、乾燥定数とか乾燥人数のギネス記録を打ち立てたイベントなんですけれども、 何せ川をゴムボートで下りますで。カラカラの渇水の年なんは、ほとんど水がないような状態の年もあります。それだとゴムボートで川が下れないということで、先ほどご紹介した四十四田発電所、ここでちょっと水を増やしてあげると。で、まあ、ゴムボート下る時間、合わせて5時間、5、6時間ぐらいでしょうか。その時間帯だけ水を増やしてイベントに協力すると。 そんな協力もしておりますその他船っ子流しとか、県事祭とか、釣り大会、そういった時にも、まあ、いろいろ協力要請を受けて、まあ、できる範囲で協力をしているというところです。えーとまあ、以上が簡単に企業局、どんなことをやっているかという紹介になりますけれども、えーと、大きな2番目として、電気職の業務、どんなことをやっているんですかというのを簡単に紹介いたします。 えとまずは先ほど20箇所、発電所を運転しておると言いましたけれども、20箇所すべてこの写真の部屋、右下に施設総合管理所ってありますけれども、その制御室と呼ばれる部屋の中で一元管理してます。で発電所、当然24時間運転してますので、監視の方も24時間体制ということで、今は1班で2人、で全部で5班体制で、5班のうち3班が その1日の当番ということで順刈りに回るということで今、そんな勤務体制で発電所の運転監視をしています。それから次の大きな仕事として、まあ、あの水力発電所、風力もそうですした太陽光もそうですがなんですけども何ども手をかけないで黙って回ってくれるのが一番いいんですけどもなかなか機械ものですのでそうもいかないと。 まあ、いわゆるメンテナンスを定期的にやっていかなきゃいけないということで、そういったメンテナンスの業務をかんあのまとめて、保守業務っていってます。で、これは今年の11月でしたかね、あの下にありますね、関東第一発電所というところで、年に1遍1台1週間ぐらいのスケジュールで定期点検を行っております。その時の様子なんですけれども、えー、と左が電気職の2人かな。 でこの写真の左側、今年というか、今年度の新採用職員ということで、まあ、ちょっとまだまだまだ勉強中のところもあって、先輩職員の隣に座っていろいろ勉強しながら、まあ、必要な記録を取ったりと、そんな仕事をしています。それから右下はちょっと電気職ではないんですけども、このお2人、実は機械職です。これもちょっとあるところの分解、油関係の機械の分解をしているところと。 で右側が今年入った職員、で左側に映っているのが昨年度入った職員、いわゆる2年,2年目の職員。まあ、こういった若手もあのいろいろ勉強しながら、もちろんあのこの後ろには先輩職員がついて、いろいろ目を光らせながらあの、注意するところはしながら、いろいろ仕事をやってもらっています。まああの こういった県職員のいろんな部署がありますけれども、職員自らがこういった作業をすると、まあ、私ども直営作業って言ってますけれども、そういった部署って今、だんだん少なくなってきてます。まあ、あの外部のまあ民間会社の力を,にを借りて、あるいは業務を委託してというようなことがどんどん増えてますけれども、まあ、一番肝心の水車発電機の定期点検というところは、今、自ら。 やっております。からこれも同じく、えっと水車発電機の定期点検の中の一コマと、これは多分天気シの点検範囲だと思います。まあ、こういったように繋ぎを着てもう結構多分。初日は綺麗だったと思いますけども、だんだん汚れてくると1週間も経てれば真っ黒といったこともあります。それから今ちょうど。もう。今日は盛岡昼前から雪降ってますけども、山の上にもどうしても行かなきゃならないと。 で雪が積もって普通の車では行けないと。そういったところは、あと雪上車3台、今、企業局で持ってます。で、こういった雪上車に乗って、山の上に上がっていって、設備を点検すると、そんな仕事もしてます。それから、これは発電所の建設工事の一コマですね。ここにあの赤い回転紙っていいますけれども、これを今から収めるところというところで。 こういった工事の監督をするというのも大きな仕事になります。あるいはこれは風車の組み立てですね、大きな3枚の羽を地上で組み立てて、クレーンで吊り上げて、このなせるというところに据え付けようというまさにその瞬間です。こういったところも立ち会いするのも大切な仕事になってます。それから据え付けが終わると、試運転とか調整。 試験ありますけれども、これはメーカーの方で、受注者の方で測定した試験データを、企業局の職員が確認しているところと、まあ、真ん中に座って見てますけれども、それをまあちょっと周りの方々心配しそうに見てます。あるいは、企業局の職員が自らメーカーの工場に行って、その発電機とか水車の出来具合を検査すると、それも大切な仕事になります。 から今までご紹介したのは事業所と呼ばれる、いわゆる出先機関の仕事の紹介になりますけれども、その他に本庁と呼ばれているところに、まあ、私のいる経営総務室、それから次にご説明する小向かいが勤務する業務課、この二つがあります。そういったところでは当然デスクワークになりますので、まあ、時にはこういった担当が集まって、どうしよう、こうしよう、ああしよう、あるいは課長からこれどうなの、そうなの。 あっちはどうなのとか厳しい質問が飛んだり、じゃあこうしよう、ああしようといった指示が受けたりと、そんなミーティングの一コマです。で、まあ、いろんな仕事があるんですけれども、じゃあそんな仕事を聞いて、本当に自分はできるんだろうか、ちょっと不安になった方もいらっしゃるかと思います。まあ、そこは心配しないでくださいよというのがこれからのお話になります。まあ、若手職員への指導とタイトルしてますけれども、えー、と実はの金融局では、 企業局職員育成ビジョンというものを策定しています。で、そのビジョンのもとに、企業局の専門研修、カリキュラムというものを作って、それに沿って研修を実施したり、あるいは資格取得を支援したりということをやっています。で、これは今年の8月かな、あ今年度の8月、震災用職員の技術研修ということで、ここには6人から映ってますけれども、ちょっとここにいるのは私ですけれども、まあ、ちょっといろいろ。 こういった集合検証の他に OJT といいますけどもオンジョブトレーニング実際の業務を通じていろいろ勉強していくとそんな研修もやっていますこれも実機の操作版を前にして多分河田幸太と先輩が説明している1コマだと思いますそれからあとはやっぱりいろいろ勉強しなくちゃならないということで 電力会社ととのの技術交流というのもあのやっております。ちょっとこ,ここ2年ほどはコロナの影響でできてませんけれども収まったらまた再開したいなと思ってます。それからもう一つあの岩手県と同じように県,県で発電事業をやってる県お隣秋田県もありますし山,山形県それから、まあ、新潟県も電気の世界では電気事業の世界では東北に入りますので。 東北で4県やってますけれども、他県との技術交流、意見交換、集まっていろいろ意見交換をする、そんなこともやっております。で以上が、金融局のざっくりいった紹介ですけれども、ちょっとついでに、金融局以外ではどんなところで電気食、機械食が活躍しているのということをピックアップしてみました。さっき、知事部局と一括りにまとめちゃいましたけれども、総務部分の管財課復興防災部の防災課 環境生活部、環境生活企画室、から県土整備部が河川下、建築住宅下、北上川上流流域下水道事務所、花巻空港事務所、綱取りダム管理事務所、それから沿岸広育振興局になりますけれども、土木部、それから宮大船渡の土木センター、これは3.11以降の水門立校の整備ということで今言っております。これは医療局は経営管理課、県立病院。 から教育委員会事務局は県立学校の関係というところで、まあ、こんなところで、電気機械職が仕事をしております。ということで、えー、と私からまずここまでで一組につけたいと思います。ありがとうございました。はい、私からは、えー、と先ほど、えーとですね、細川の方から、えー、機械職も含めて全体的な説明がありましたので、ちょっとおまけ的な感じで、 えと若手職職員のの一例ととしして機械職の業務を紹介したいと思い思ます私、採用4年目なんですけれども、今、えー、と所属が2所属目といいますか、1回だけ移動をしまして、なので、の今の所属と前の所属の2箇所について、具体的にご紹介したいと思います。画面の下の方の職歴からご説明しますと、まず、平成30年度に審査用で入り でから2年間は企業局の施設総合管理所という森岡市の松蔭の方面にえっ、ー、とちょっとご存知じゃない方申し訳ないんですけどあります事務所の電気第一課といいまして発電所の保守管理業務を担当する部署におりました。そして去年から、えー、今年までですけれども現在は業務課といういわゆるデスクワークをしております。 盛岡市役所の道路挟んで隣にある盛岡合同庁舎というところの中に事務所がありましてそこで勤務をしております次に仕事内容それぞれですけれども1箇所目の電気第1課というところでは水力発電所の主に電気機械設備の維持管理業務をしていましたさっき、えー、っと写真等で説明がありましたけれども 主に現場仕事でございまして、巡視点検とあります。これは、えー、と月2回ですね、実際発電所に行って、えー、チャックリストを見ながら歩き回って異常箇所がないかっていうのを確認する仕事でございます。次に機器の手入れってあるんですけれども、こちらは、えー、とさっき定期点検っていう、あの年1年に1週間ぐらい。 えと点検すすするる機会ががああとというこでで説明があったんですけれれどもそれを指しますで3つ目に工事監督ってあるんですけれどもあまりに大規模ですとさすがにその直営で企業局職員が、えー、と手出しできないっていったものもあったりするのでそういうところはメーカーに外部委託、えー、と工事頼んだりしてその監督というのも仕事になってきます。 これが1カ所目の施設総合管理所第1課です。現在の所属2カ所目ですけれども、現在は水力発電所の主に土木設備の維持管理。維持管理と言いますけれどもと、事業所、さっきあった前線で働く現場仕事の方々の元締めっていうか、その取りまとめをするデスクワークの仕事になりまして、例えばこの現場作業計画の確認ってあるんですけれども、えー 現場の方で、その巡視点検であるとか、あと定期点検をするときに、計画書っていうものを事業所で作るので、それが、えー、っと私の方に送られてきて、それが危なくないか、危険作業がないかっていうのを確認をして、えー、OK を出すっていう仕事になります。次の発電所開発地点調査とあるんですけれども、発電所、今、水力発電所ですと17か所あるんですけれども、 新規開発ということであのもちろん最初から発電所があったわけではなくて発電所の有力地点とかを調査してであの水力発電風力発電に適した地点を調査していくというお仕事も含まれますはいえー、っとですねここからはさらに具体的になるんですけれども えと具体的に印象に残っている仕事ですね、1箇所目がその巡視点検、先ほどお話ししたものと定期点検も先ほどお話ししました。あと、まれに故障対応といったものがありまして、えー、と発電所、たまに故障をやっぱりするので、そういった時は臨時で現場に急行して故障対応に当たったりということもあって、やっぱり印象に残っているなっていう印象があります。あと、えー、最後に説明しますけれども、研修、講習といったものがありまして、 さっき写真で説明あったものは内部研修になるんですけれども、資格を取るために外部の方に研修に行くこともありますので、それ後でご説明します。2カ所目のデスクワークの方では、えっ、ー、と、先ほどありました、えっ、ー、と、計画書ですね。計画書の他に報告書も出てくるので、それの確認作業、なんかタウンページみたいに分厚いやつを確認するとか、そういう作業もあったりします。あとは、えっ、ー、と、新規地点の 開発しての調査ですけれども、これも現場に実際行って、えっ、ー、と、雪の中であるとか、ちょっと悪路の中を長靴で散策するといったこともあったりします。それで最後になりますけれども、えっ、ー、と、これまで外部講習で、えっ、ー、と、得た資格を具体的に何個か、えっ、ー、と、出してるんですけれども、例えば無線の資格ですとか、あとは、 とですね、酸素欠乏箇所とか、あと有機溶剤、えー、とペンキとかを使用する作業がまれにありますので、そういった箇所で仕事をするための資格っていうのもあるので、そういったものを取りに行ったりします。あとは、面白いのだとクレーン運転士っていうの機械職電気職の人はあまり取らなくて、これ、機械職の独自のものになるんですけれども、結構大きいクレーンまで運転できたりするので、楽しかったりします、実は。はい 以上で機械移植の説明はこんなもんで終了します。ありがとうございます。